こんにちは、白鷺姫役の小倉結衣です。はい、姫ちゃんはひょんなことからリーベ女学園っていうコンセプトカフェで働くことになってしまったんですけども、外面と本音を駆使してですね、将来玉の輿を狙っているようなちょっと計算高い女の子になっているんですが、とても喜怒哀楽が激しくて放っておけないとっても可愛らしい女の子になっています。はい、綾小路美月役の上坂すみれです。美月さんはですね、本当に一見クールビューティーでお仕事もとても完璧にこなす、そんな完璧なお姉様に見えるんですけれども、姫ちゃんのことになると急に切れてしまったり気が動転してしまったり、一体何を考えてるのって姫ちゃんが動揺するような、そんな読めないタイプのお姉様なんですけれども、もう実はいろいろな秘密があって、そういうのをですね、こう原作アニメで描いていくっていうキャラクターになっています。演じていてもとっても楽しくて、そして素敵なお姉様です。はい、私は PV でナレーションを担当させていただいた時に原作を知ったんですけども、とにかく絵がすごく綺麗 でコンセプトも面白いですし、それぞれのキャラクターの設定がすごく奥深くて、そんなこう彼女たちのこうやり取りとか、こう繊細なこう心情の動きっていうのにすごく魅了されていたので、本当にハマってしまって、こうバーって読んじゃいましたね。はい、すごい面白かったです。はい、私も PV をきっかけに原作を読ませていただいたんですけれども、もう PV の段階から姫ちゃん役がゆいちゃんっていうのを聞いていたので、もうその声で読んでいたんですけど本当にぴったりで、もうコンセプトカフェっていう、なかなかこうその内面はあまり働いてないと知らない、そんなやっぱキラキラな世界の裏側を描いていたりとか、それから女の子同士の微妙なこう気持ちのすれ違いとかを本当に美しい美満先生のイラストで描かれていて、本当になんか切ないようなシーンもあるんですけど、それも含めて美しい作品になっているなって思いました。本当に引き込まれるので、もう一気読み推奨な作品ですね。はい、アニメ化が決まったお話を聞いた時は本当に私も飛び跳ねるほど嬉しくて、もう PV で演じた時からずっとこういつか動く姫ちゃんに声を当てられたらいいなって思ってたので、そんな一つ夢が叶ったような気持ちですごく楽しみでした。はい、なかなかこう PV をやらせていただいて、そのままのキャスティングでアニメをやらせていただけるっていうのは本当にありがたいことなので、ゆいちゃんとのコンビでこうやってアニメに出られることもとっても嬉しいですし、本当にどのキャストさんもとってもぴったりで、もうこれは早く本編が見たいなって、早くもうアニメ化って聞いた瞬間から、放送が楽しみでした。そうですね、姫を演じる上ではとにかく嫌な子にはなりたくないなっていう気持ちが強くて、そんなところを大事にしながら演じてますね。姫はやっぱ裏表がすごく激しいので、ちょっと一歩間違えると皆さんにもしかしたら嫌われちゃう、嫌な子になっちゃうかなって、最初芝居した時は気にしてたんですけど、でも今はそこもこうちょっとなんだろう、そういうちょっと悪だくみしてるような姫ちゃんさえも可愛いな、愛しいなって思ってもらえるように、なんかそんなところを常に意識して自分楽しみながら演じさせてもらってます。美月さんを演じる時はですね、やっぱり外面とそれから内面っていうのがとても作品のテーマになってきているので、美月さんも、自分にこう嘘をつくのが上手なタイプではないんですけれども、演技のシーンとそれから本音のシーンではっきりこう人格というか性格がこう描き分けられるように、そういうのを心がけて演じています。あとは本当に姫ちゃんとのシュベスターという関係なので、かっこよくお姉様として振る舞っている時すごく美しくかっこよく見えるように
そして本来の美月さんの時はちょっと天然だったりポンコツだったり、そういうところも見え隠れしたら可愛いかなと思いながら演じております。はい、そうですね。いや、もうなんといっても本当に私もびっくりしたんですけど、絵がめちゃくちゃ綺麗で、色彩っていうんですかね、本当にこう一回見たらもう一回見たくなるようなこうキャラクターたちの表情や動きや、あと色味っていうのに本当私も魅了されていて、物語的にはやっぱりちょっとこうユリテイストがあったりはするんですけど、でもなんかそういう内面もなんか含め、なんかこう絵としての魅力もすごく素敵だなって思っていて、なのでこうお話も素敵だし絵も素敵だして、本当にこう見どころしかないなっていうところが素直な感想かなと思います。はい、本当に原作の線がとってもふわっとしてて、あれを再現するのって難しいことだと思うんですけど、そのタッチをとても淡くて美しくそういう色彩で描いてくださっていますし、それから結構キャラクターがいろいろ出てくるんですけど、どのキャラもちゃんとこう掘り下げて描いてくださっているので、絶対にこうアニメを見てると推しが見つかるんじゃないかなって思うので、ぜひ最後まで見ていただきたいです。もうそれからもちろんユリアニメとしても楽しめるんですけれども、お仕事アニメというかコンカフェのお仕事、紅茶選びとかそういう細かいディテールまで描かれているのもとても面白いんじゃないかなと思います。はい、私は結構カフェが大好きで、仕事の合間の時間とか一人で立ち寄ってほっと一息することがよくあるんですけど、好きな飲み物はカフェラテですね。そうだな。はい、もうコーヒーも大好きなんですけど、やっぱカフェラテってミルクの甘さと、あとこうラテのちょっとこう苦味がマッチして、もう1日多分2杯ぐらいはカフェラテ飲んでるんじゃないかなって思います。へー、私はカフェ好きなんですけど、逆に何も入ってないコーヒーが好きなので、ブラックコーヒーが基本ですね。やっぱすごく目が覚めるので、こうグイッと飲んで、ホットのねブラックコーヒーが好きです。もう一気に目を覚ましてお仕事頑張ろうっていう感じですね。はい、いや私は多分コンセプトカフェに行ったことはないのかなと思うんですけど、行ってみるとしたらそうだな、なんか無難にメイドカフェとかも行ってみたいと思いますし、あとはなんかこう自分がプリンセスになれるような空間があったらちょっとそういうカフェとか行ってみたいです。なんかお姫様になれるカフェ、なんか執事喫茶とかよくあるよね。確かに確かに、なんかそういうちょっといつもと違う気分が味わえるカフェはちょっと行ってみたいですね。はい、私もメイドカフェぐらいしかこうちゃんと行ったことはないんですけれども、メイドカフェもすっごく種類があって、オリジナルの制服とかがみんなそれぞれ違うっていう、とっても奥深い世界なので、もうメイドカフェをこう探し尽くすみたいな、はしごするみたいなのもやってみたいしあとは人魚のコンセプトカフェとか魔法使いのコンセプトカフェとか、なんかいろんなものがあるみたいなので、とにかくそういうのに行ってみたいなって思います。はい、いよいよこの春から、世界の皆さんにもご覧いただけるということで、私たちも今から本当ドキドキワクワクしています。すでにアフレコは全部終わっているんですけども、すごく現場も素敵な空気で、みんなで一緒にこうセッションしながら魂を込めてお芝居させていただいたので、絵や私たちの声も楽しみながら、この魅力をねぜひ皆さんのお力もお借りして、本当世界中の方々に届けていただけたら嬉しいです。応援よろしくお願いします。はい、私のユリはお仕事です。いよいよアニメ放送ということで、とっても嬉しく思っております。本当にそうですね、
とても優雅な世界観なんですけど、リーベ女学園というコンセプトカフェになっておりまして、まあ、なんですけれどもすごくこう女の子の強い気持ち、感情の揺れとかがこう楽しめる、そしてこう次一体どうなっちゃうんだろうっていうドキドキするようなドラマもとっても楽しめる、そういうアニメーションになってるので、ぜひ毎週原作をもうお読みの方も、まだ読んでないよっていう方も一緒に楽しんでいただければ嬉しいなと思っております。ぜひ放送をお楽しみに、よろしくお願いします。